ポンペオバトーニによる肖像が1753年1754年ごろ、初代リートリム伯爵、ロバート・クレメンツはアイルランド王国出身の政治家、貴族。ナサニエル・クレメンツとハンラゴアの息子として1732年11月25日に生まれ12月18日に洗礼を受けた。1758年から1804年まで、 ダブリン公の税関監査役を務め、1772年から1773年までは、アイルランド歳入長官も務めた。また、1759年にリートリム県長官を、1777年7月21日から1804年に死去するまで、ドニゴール首席治安判事を務め、1777年11月22日に、リートリム県総督に、 1781年4月19日にドニゴール県総督に任命された。1765年から1768年までドニゴールカウンティ選挙区の1768年から1776年までキャリック選挙区の代表としてアイルランド庶民委員議員を務めた後、1776年の 総選挙でドニゴールカウンティ選挙区とキャリック選挙区の両方で当選、前者の代表として1783年まで議員を務めた。1783年10月11日にアイルランド貴族であるリートリム県におけるマナーハミルトンのリートリム男爵に除され、16日にリートリム男爵としてアイルランド貴族院議員に就任した。 呪釈から1年も満たない1784年6月19日には、呪釈を申請したが、アイルランド担当大臣、トマス・オードは、首相ショーピットとの会合で反対を明言すると述べ、結局1784年内の呪釈は行われなかった。その後、1793年12月20日に同じく、アイルランド貴族であるリートリム死釈に上され、 1794年1月21日にリートリム死者としてアイルランド貴族院議員に就任した。さらに1795年10月6日に同じくアイルランド貴族であるリートリム伯爵に上され、1796年1月21日にリートリム伯爵としてアイルランド貴族院議員に就任した。そして1801年に アイルランド王国とグレートブリテン王国が合同して、グレートブリテン及びアイルランド連合王国が成立すると、アイルランド貴族代表議員が初めて選出され、リートリム伯爵は貴族代表議員28名のうちの1名に当選した。1802年4月22日、アイルランド数密院の数密顧問官に任命された。1804年7月27日に、 グロブナスクエアで死去、ダブリンの精米環境界に埋葬された、息子ナサニエルが爵位を継承した。1765年5月30日、ダブリンでエリザベス・スケフフィントンと結婚、二男三女を設けた。ありがとうございます。